どうも、こまでーす。はい。さっきまでご飯食べてたんで、今お腹が膨れてます、こまらです。コメント返ししていきましょう。こまらさんはラジオとか聞きます？好きな番組とかあります？一応ね、もうすぐ金になるラジオっていう YouTube でやってるラジオ番組、女性声優さん二人でやってるやつ聞いてるけど、まあ面白いかって言われたら、別にって感じやな。別にって感じやねんけど、出てる青木瑠璃子さんっていう人が好きやから聞いてるんですけどね。だいたいラジオで聞いてったらそれぐらいかな。ラジオ感覚で聞いてるんやったら、実況者のワイワイさんっていう人も雑談永遠と聞いてるけど、ワイワイさん雑談はまあおすすめかな。みんなどういう風にラジオって楽しんでるか知らんけど、僕は作業でなんか、ね、ゲームやってる時とか、ローグライクゲームとかやってる時とか、耳元が暇やからね、とりあえず流してるって感じやねんけど、中身のない内容喋ってくれる方が嬉しいね、ラジオ聞くとしても。基本的にゲームに集中してて、今も集中しゃんでええかっていう時に、そう耳で流れてる情報に耳を傾けるんですよ。で、どのタイミングでも聞いてて面白い感じに、なんか適当に喋ってるのが好きやね。中身のある内容喋ってる人だったらさ、その途中から聞いても意味わからへんや。ワイワイさんとかマジで適当に喋ってやるから適当なタイミングで雑談してる配信とか長時間やってくれる人はありがたいね。そういう系のばっか聞いてるかな。通知表や面談で先生からの小村さんの評価で何か印象深く覚えていることはありますか？なんか面談、三者面談とかあるやん。面談系でよく言われるのが、今まで扱ってきた生徒の中でも特におとなしくていい子ですみたいなこと言われんのよ。めっちゃ評価高いやんと思って通知表見たら全然やねんな。通知表のなんか成績部分、勉強部分低いのはまあ分かってんねん、僕勉強できんから。だいたい僕の今までの通知表ってさ、左側が勉強部分でなんか5点満点中だいたい基本3点でちょっと2点がたまにあるかなぐらいの感じでついてあって、通知表の右部分、この生活態度部分、わかるかな、なんかこの子は真面目に授業を受けてますって、行事ごとにも率先してリーダーシップ発揮して積極的に行事ごと取り組みますみたいな、そういうなんかあるやん、成績じゃなくてそこの評価みたいなあるやん、通知表って。面談でめっちゃそんな褒めてくれるからね、そっち部分でめっちゃポイント稼いでんやろなって思って見たら全然やねんな。そっちも全然ポイント入ってへん。っていう感じ。もうなんか、口だけやなと思った。大人って口だけやなと思った。もっとなんか、評価通り喋ってくれたらええのに、なんでそんな嘘をつくんやって思ったね。その時の先生と笑顔が怖かったもん。めっちゃ笑顔で僕のこと褒めてくれるけど全然評価してくれてんからさ、家帰ってワクワクして通知表見たら全然評価されてんから、えって、あのお笑いかけてくれたあの笑顔は嘘やったんか、畜生かもーって言って震えてた。もう大人なんて信じらんねえって。あとあれやね、三者面談ってお母さん余計なこと言うよなお母さん余計なこと言うよな僕不良が嫌いでさ、クラスメイト不良ほんま嫌やねん、あいつタバコとか吸ってるんよとか適当に嘘とかついて評価されようとしてんのよ、僕家の中で家の中でタバコ吸ってるとか見たことないけど、どうせあいつタバコ吸ってんのやろなと思ってさ、お母さんクラスメイト〇〇くんってやつがなんかクラスでタバコとか吸ってんのほんまうざいわっていうのね、とりあえずお母さんからその不良の評価を下げたいから適当に愚痴ってるのをね、三者面談でお母さん言っちゃうよ。クラスで〇〇くんがタバコ吸うらしいんですけど本当なんですか、やめろやめろ、さっせさっせと思った。先生が、何ですかその話ってめっちゃ驚くねんな。僕も知らねえけどみたいな顔してお母さん何言ってんのみたいな反応してごまかしてた。まあこういう僕の性格見透かされて成績低かったのかもしれないね。うんことカレーも味噌とうんこもドレッシングをかければみんな同じと思っているタイプの恐竜ですか？違うけど。なんでうんこと食い物を一緒やと思ってんの、あなたは。野菜とかはさ、ドレッシングかけたら全部一緒やで。キャベツもレタスもドレッシングかけたら全部味一緒やん。でもうんこはちゃうやん。よくあれやん、カレー味のうんことうんこ味のカレーどっち食いたいって。まずうんこを食う前提でお前喋んないと思うよね。どっちも食わへんわ。僕がなんか、とりあえずドレッシングかければ何でも一緒やん的なことをどっかで言ったんやろうな。それでこんなコメントが飛んできてるんやと思うけど。
何で唐突にうんこを出すんですか。汚いんでやめてください。小村さん、小学生はトイレの個室入ってたらうんこマンとかのいじりなかった？なんかうんこコメント多いな。小学校の時はあった気がするけど、そもそも小学校のね、その大便器使いたくないよね。汚いイメージあるから。小学校の時はなんか和式しかなかったしな、お洋式しか基本使えへん人やし、いじりもあった気がするし、まず近づこうと思わへんだ。でも僕はいじりしなかったね。だってね、だってあいつらほやなってものがさ、そのうんこまんいじりするやん。なんか誰かが台してる時にさ、トイレ入って、逆に自分が腹痛くなった時それでいじられるの嫌じゃないって思わへんのかな。なんかそこら辺考えられへん人っているよね。まあ小学生やからしゃあないかもしれんけど、てかその僕基本的に汚い言葉口にするのもなんか嫌やねんな。さっきからちょっとうんこって言っちゃってるけど、日常生活で僕うんことかそういう言葉で言いたくない、恥ずかしい、なんか言えへん。うちよく親戚の子供とかよく入り浸ってんねんけど、お父さんお母さんとかね、子供たちと混ざって一緒に、まあ子供ってそのうんちとか好きやん、なんかうんちのアクセサリーみたいなそういうもん持ってさ、うんちうんちって言いながらみんなで笑い合ってるんよ。あれほんま気持ち悪いもん。ちょっと気持ち悪くてやめてくださいっていつも思ってるからね。それぐらい僕ちょっとね、綺麗な世界で生きてきたんで、ちょっとそういう汚い話題で盛り上がるのは嫌やなって思っちゃうね。うさこもちゃん雑談動画期待してもいいですか？期待してもいいけど永遠に来ません。気持ち悪くない？うさらべさんと僕が女のふりして喋んねやろ。無理無理、バンされるで多分 YouTube。 これは犯罪やって。これは犯罪を助長してる、この動画そのものが犯罪やって言ってバンされると思う。あ違う、うさこもちゃんってそういうことか。うさらべこむらちゃんちょね。僕とうさらべさんがあれ女体化してバビ肉して喋るかと思った。あうさらべさんこむらちゃんちょね、なんか嫌やな。なんか嫌やな。友達と友達をさ合わせんのって無理じゃない？うさらびさんとちゃんちょくんは会ったことないねんけど、僕の共通の友達で。万が一僕を覗いて仲良くなられたら、どうしてくれんの？僕捨てられちゃうかもしれないよ。怖いね。やめてください。やりません。やる予定はありません。小村さんは瓶のお酒って買いますか？ジーマとかスミノフとかスカイとか、もう何もわからへん。何言ってるかわからへん。ジーマ、スミノフ、スカイ聞いたことないわ。瓶のお酒はね、買わへんな。と言いつつ、今部屋にあんねん。カルーアミルクはある。これ一時期うさらびさんに勧められて何回か飲んでたんやけど、そのカルーアミルクの空き瓶がなんかおしゃれやんとか思いながら永遠に僕の机の上に置いてあるんやけど。もう埃かぶってこれどうすんねやろって思って見てるけどね。瓶の処分方法わからへんし。でもあれやな、栓抜き使って開ける系のお酒飲んでみたいな。それぐらいのやつってなんかめっちゃ質がいいというか、味わい深い味するんじゃないだろうかっていう勝手な期待があるからさ、栓抜き使って開けたいな。もしくは手刀で開けたい、スパッて。手刀ってどうやってんのやな、あれ。手刀ってあれどうやってんの？指でさ切り裂いてんの、それとも爪で切り裂いてんの？もうどっちかわからへんねんけど、指でだって切れるわけなくない？普通に考えてさ、指で切れるんやったらもうそいつあかんやん。存在自体が銃刀法違反になるで。瓶を切り裂くんやからさ、危なすぎひん。多分指ぐらいやったら、小指ぐらいやったら簡単に切り落とせるんじゃん、スパって。まあ、自分の右手で自分の左手の小指さ、切り落とそうとしてんねんけどさ、絶対無理やん、こんなん。いった、突き指した。最近あれやね、お酒自体そもそもあんま買ってへんから、なんか買う機会自体がそんなないかなって感じやね。小村様はいつも落ち着いてて大声とかめったにありませんよね。それって大声が出せないんですか？それとも出せないようにしてるんですか？小村様はね、大声出せないね。出せないね。ホラーゲームとかで小村さん全然ビビらへんやんっていう、みんな言ってくれるけどさ。あれやで、僕めちゃくちゃビビってんで、もう僕泣き叫んでんもん。泣き叫んでるけどマイクに声が拾ってへんねん。小村のチラザーさんの夜勤病棟とか、夜勤病棟じゃ、夜勤病棟じゃなくて、夜勤事件やったっけ？ちゃうな。夜勤警備とかさ、
もう怖すぎてマウス震えてたし、右手の手汗でマウス壊れるかと思ったからね。小村さんは超ビビってます。どうやったら大声出せんの？なんか意味わからんぐらい叫ぶ人いるやん、ホラーゲームやってて。この前な、大空すばるさんっているやん、ホロライブの大空すばるさんの、夜勤警備見てきて、みんな今ちょっと見てきてみ、アホみたいに叫んでるから。言うちゃ悪いけど、僕聞いてて耳障りやったもんあれあかんで、あんなんやったら近所迷惑なんてレベルじゃないやんってぐらい叫びながらやってるよ、ずっと。なんであれ叫ぶ人ってさ、怖い時叫ぶん？その感覚がまずわからへんくらい。なんかドーンって驚かされた時に、そのドーンって驚かされる音よりでかい声で反撃しようとしてるやん叫ぶ人って。怖がってるくせに、もうめっちゃ俺逆にやったるでぐらいのさ、お前の音より俺の方がでかいでぐらいの大声出すやん。あれって多分喧嘩っ早い人がなってるよな。で、負けるわけにはいかねえみたいな負けん気から出てるんじゃないかって僕思うよね。普通に気の小さい人、穏やかな性格してる人はさ、声でかくても穏やかな性格してる人っているやん。そういう人らは驚かされても多分声出さないと思うねんな。負けん気が強い人が叫ぶんやと思ってる。つまり僕は優しいです。皆さん安心してください。小原さんは何があっても怒りません。ピーナッツくんはすぐ怒ります。小村さんは地震体験車に乗ったことはありますか？地震体験車が何か分かりません。調べましょう。地震体験車。地震体験できんの？地震を引き起こす車ってこと？たまに家の前に車、トラックとか通った時家揺れるけど、それ？もしかして定期的に地震体験車が家の前通ってるんか？あー、はい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 。あったあったあった。保育園の時、保育園にこの車来てたわ。すごくない？保育園時代の記憶を僕今思い出してんで。なんか友達なんか、保育園のクラスメイトって友達なんか友達が中入っててめっちゃ笑ったところ覚えてる。僕は体験したんかな？もうそれ順番で体験したやろうな。自分がどうやったか全然覚えてへんけど、みんな楽しんでたことは覚えてんな。今ちょっと普通にこれやってみたいな、体験したいな。どんな感じやろ。その、でかい地震僕あんま経験したことないからさ、気になるね。こうやってな、都会とかだったらしょっちゅう見んの。保育園の時一回見たっきりやわ。地震体験者っていうんや。知らなかった。最近サバイバーズギルトっていうゲームやったから僕の防災意識高まってるから、ね、乗ってみたいな。小原さんは震災に備えておくようになりましたか？サバイバーズギルトやって。あのゲームやって僕、マジで、今、この人生で一番震災意識今高いと思う。備えようと思ったもん。備えてへんけど。備えてないんですけどね。備えようと思ってもなかなか備えへんような人間って。備えてません。備えだな。備えてないけどあれや、お母さんが備えてくれてたわ、そういや。2、3年ぐらい前から、小村これ持っといたらって言われて、手動でぐるぐるなんかレバー回すことによって充電、手動充電できるラジオみたいな。電源がなくてもラジオ聴けるようになるんですよね、それで。あとなんか黒いミニバッグみたいな、その中に水とかなんか、緊急食料が入ってるカバンが今押し入れの中にあるはず。いざという時それ思い出すかな？それ重要やんな。それ持ってなんとか避難とかしなあかん今日ね。そういうの覚えとかなあかんな。震災怖いからな。あのゲームはほんまにためになったね。小村さんはこのゲームをやって泣きましたか？めっちゃ泣きました。サバイバーズギルトね。泣けたね。泣いてたよ、僕はあのゲームやりながら。もう名前忘れちゃったけどね。救助する人いるやん。坂東さんや、坂東さん。坂東さんが救助しに来たあたりは僕泣いてたね。あのゲームあれやな。演出とかはそんな、まあ、言うたら、チャッチンやけど。あれも実際にやるとね、見てる人って、ね、多分感じ方しちゃうと思うしな。ほんまにあのゲームね、割と長いんよ。4時間ぐらいやってっからさ、プレイヤーの僕は。今プレイ時間見たら 5.2 時間やってたわ。5時間やってたわ。ワンプレイ5時間かかるからね。
で、ほんまにこれいつ終わんねんって思ってさ、もう終わりやろって思ったらどんどんイベント起こるし、まだ続くんかって思ってやっと助けに来るからね。で、終わったと思ったらそっから感動の連続やからな。あれは声優さんがついてることも良かったね。ちょっとリアル寄りの声の声優さんが結構感情を込めて言ってくれるから泣けるよね、このゲームは。まあ、ゲーム自体が面白いかと言われれば、まあまあもう一回やろうとは思わんけど思わんゲームやけど、やってよかったって言えるゲームやな。このゲームのおかげで防災意識が高まりました。小村さんが初試合マッチングに行くことになったら、ハーフフィンガーグローブつけて気合い入れていきますか。あれね、初めてマッチングアプリでマッチングしたらね、つけるわけないやん。でも知り合いと3回目、同じ人と3回目のデートとかやったら、僕調子とってハーフフィンガーぐらいつけるかもしれん。3回目ぐらいやったらそれぐらいの変化は多分必要なんちゃう。いや、小村くんとも3回目のデートか、もうなんかあれやな、そろそろ小村くんと飽きてきたなって思われた時にハーフフィンガーよ。どうって、えって、何あれ、指先は布ないやん、生かすってやる。これな、ハーフフィンガーっていうね、ハンドル操作してる時手が滑らないんだぜ、キュンってやる。めっちゃ安全運転ってなっちゃうね。僕のハンドル操作で君の心も操作してやるぜみたいなこと言うて、多分全然意味わからへんけどな僕はもう適当に喋るときこうなってしまうから気をつけてください。サコモで本気でマッチングアプリしたらどっちが先に攻略できると思いますか。僕どう、サラビさん。まあ僕やろうな。どっちが先、あれやろ、マッチング攻略って彼女できるまでやんな。まあ絶対僕の方が早いで。だって僕がマッチングアプリやり始めたら一瞬で決まるで、マジで。この冗談抜きでな。だって僕妥協めっちゃしまくるもん、めんどくさくなるから。うさらびさんはさ、その、めっちゃ相手真剣に選ぶと思うね。まあそれが普通やと思うけどさ。僕はもうなんか、ずっとマッチングアプリし続けるのがめんどくさいから、多分最初の一人二人ぐらいでも決めちゃうと思う。もうこの人でええやって。だから僕多分めっちゃ早いで。そんな僕女性に対して、ね、理想高くないし。もう向こうさえ良ければ僕はもうそれでいいよっていう感じやからね。全然、攻略のスピードに関しては僕の方が絶対上やね。攻略した先のことは考えてへんから、その先の幸福具合で言ったら僕の方が絶対低くなると思うけどね。めんどくさいねんな、なんか。進路選ぶときとかは僕めっちゃ早かったもん。就職とかはめっちゃ早かったしな。悩むのがめんどくさい、なんか。どうせ考えてもわからへんしって思ってるからね。どうせこんなん正解なんてないやんって思ってるから。最初に見たところ決めたところで行っちゃうからね。もう速さは僕早いと思う。で、生きると思う。僕マッチングアプリでちょっとやったらもう彼女できたわって。他のやつはなんでこんな遅いのって言っちゃうんちゃう。まあ、そうやって騙されて金取られるんやろうな。金取られたら僕も何も言わへんから。失敗したことに関しては報告しへんから。よろしくお願いします。ちゃんちょくんは性欲強そうやけど、そもそも小原さん性欲あるんかな。どうなんやろうね。人とどうやって比べんの、性欲って。ねえ、そのなんか、一人で、そのね、一人でエッチすんのさ、どれぐらいの頻度でやるとかいう話ってたまにあるけどさ、相手が本当のこと言ってるかどうかってわからんくない？僕も嘘言うし。一週間に一回ぐらいかなとか適当に言ってる。そういう話題になった時。でもそもそもそういう話題あんましいへんけどね。どれぐらいが普通かもわからへんし、自分が多いのか少ないかも分かってへん。男性と女性はどっちの方が性欲高いかもわからへんしね。イメージ的になんか男の方が性欲高いイメージあるやん。でもなんか話聞くにはさ、これどうやって調べてるかわからへんけど、女性の方が3倍気持ちいいとか聞くやん。じゃあ女性の方が性欲強いんじゃないのとか思うけどね。でもそもそもどうやってその3倍ってどういう基準やねん。どうやって調べてんねんって思いました。わかんないね。僕はある方なんかないの方なんかわからん。ゼロってことはないけどさ。わからないです。孤独は人を成長させると言いますが、小村さんは成長するために孤独なんでしょうか？違います。単純に人と接するのが苦手なだけです。孤独は人を成長させません。こんな家で引きこもってゲームばっかしてるやつが成長できるわけないやろ。
そんなん孤独なやつの言い訳や。成長したかったら人と関わりなさい。孤独で成長できると思うなよ。ハーコムは電化製品を買うとき、最新機種や機能が盛りだくさんのものを選ぶタイプですか、それとも店員のおすすめを素直に聞くタイプですか。知り合いのおすすめを聞くタイプやね。店員のことはなんか知らんけど信じてへん。あいつらは嘘しか使わんとしか思ってへんから。だいたいね、親戚のおばさん連中とか親戚のギャルとかと、この女性ネットワークの中でおすすめされたものを、これがいいって聞いてんって言って嬉しそうにしながら僕に紹介してくる。僕やったら店員さんのおすすめ聞くけどね、一番のおすすめを出せって言って出されたものをすぐ買う。そんな大して話も聞かずに、これがおすすめなんですねって、じゃあもうそれでっていう。最近店員さんに聞いたあれやな、車のタイヤやな、スタッドレスタイヤ、冬用タイヤ買いに行くときに、なんかいろんな種類あるんですよね、冬用タイヤ、滑りにくいタイヤっていうのは。すいません、全然よくわかんないんですけど、一番のおすすめなんすかって聞いて、あーこれブリヂストンのこれですみたいなこと言われて、あじゃあそれでって、もう僕それでって言ったのにさ、そっから僕はもうこれでいいって言ったのに、そっからもうなんかめっちゃ説明してくんのよ。どれぐらい車乗りますとは言われて、ああ別に仕事の往復ぐらいですねって言ったら、そっからもうなんかいろんな候補出してくるんだよ。それぐらいやったらもしかしたらこっちの方がいいかもしれないですね。でも長い年数使いたいやったらこのまま一番最初のブリヂストンでいいかもしれませんみたいなの言ってくる。いやもう最初でええって。何でもええねん。おすすめを聞くってことも早く済ませたいっていう意味でもあるからね。あんまり長々と喋られても困るよねって思いながらタイヤ買ってました、2、3年前に。小花さんは Windows XP を使ったことがありますか。知らん。Windows XP がわからん。聞いたことあるけど、なんか古いバージョンの Windows やんな。今使ってるのは Windows 10やったと思うけど、めっちゃ11にアップデート促してくる、定期的に。なんか11あかんにやったっけ。なんかよく聞くよね、11にアップデートしん方がええっていう。それを鵜呑みにして僕ずっとしてへんねんけど、どうなんやろうね。もう全然わからへん、パソコン関係。ゲームできたそれでええやんと思ってるから。最近よく使ってますが、美味しいヤミー感謝感謝が小村さんの中でブームなんですか。全然ブームちゃうよ、全然ブームちゃうよ。こんなん日常生活で言ったことないじゃん。 YouTuber やな、東京スカイじゃなくてブルースカイじゃなくてスカイファミリー、何だっけ、スカイピース、いつもスッと出てこいんな。スカイピースさんっていう人が挨拶で言うんかな、動画見たことないねんな。ヤミーがどういう意味か分からへんねん。美味しいヤミーやから飯食った時に言うんやろ、これめっちゃ美味しいやん、美味しいヤミー感謝感謝。ヤミーってマジでないか分からへんな。ブリーチしか出てこへんよな。ブリーチファンなんかな、スカイピースさん。ちょっと話聞きたいね。ゴンスイとか分かりますかって聞いちゃうかもしれん、実際現れたら。スカイピースさんが、スカイピースさんの顔知らんけど、スカイピースさんの顔調べるか。ちょ、スカイピースさんの顔を画像検索するわ。うわ、あかん、近寄れんこれは。超陽キャの画像出てきた。二人組なんやね。まだこのメガネの方やったら喋れるかもしれん。メガネじゃない方ちょっと僕無理やわ。超陽キャって感じ。こもっちって呼んできそう。めっちゃいい人そうやな。画像検索に出てきた画像基本笑ってんで、この人らすごくない？小村さんなんて笑ったこともないのにな。はい、ということで今回は以上にしましょう。僕も有名 YouTuber になりたーい、おしゃれになりたーい。さようならー。